晴らしい、そういうチームに、さらに精進していきたいというふうに思っております。キャプテンをやっていました田村です。今年の春と夏と準優勝できたんですが、自分たちの力だけじゃなくて、八戸市民の皆さんの力もあったと思っています。今後は、プロを目指してまたプロになって、歩みがあればいいなと思っています。明日からまだ舞台に向けて出発するんですが、気を抜かずにしっかり最後の試合なので後悔しないように頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ピッチャーの金田陸です。完封でき、とてもいい経験になりました。この経験を生かし、次の社会人に向けて頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。セカンドの上です。この準優勝という結果は皆さんの応援のおかげでできたと思っています。この準優勝という結果と経験を生かしてまた大学でも頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。ショートのボードです。この市民栄誉賞という、賞にもう与えてもらったのはやっぱり感謝しています。甲子園では、準優勝ということができて、やっぱりそれは初めの皆さんのおかげだと思っているので、まあ、そのことをやっぱり感謝してこれからもずっと生きていきたいなと思います。おめでとうございました。